すごめちゃくちゃ見える、すごい、いや綺麗だな、何回見ても綺麗だ。道の駅防衛を中山に来ています。僕の大好きな羊蹄山がすごく綺麗に見えます。今日はいい日かもしれない。綺麗やな。このカメラでもちょっと撮ってみますよ。セイコマートのあの定山渓温泉のお店で買いました。焼きそばと、あとホットシェフのうま塩チキンと明太子マヨ、これ朝ごはんです。これチキンです。こんな感じで羊蹄山見ながら朝ごはん食べて、この後中山峠下って、まあどっか、まあ計画ね何も立ててないので、まあドライブでもしようかなと思います。今日本当こんな綺麗に見える日ね、なかなかないと思う。尻別川、川の音がよく聞こえます。静かな場所だから。今日の羊蹄山すごく綺麗です。羊蹄山のふもとにはいくつか町があるんだけども、町によってね見え方が変わって、この山の反対側に行くともうちょっと形が変わって見えたりするんだけど、こんなに綺麗な日もねなかなかないと思います。羊蹄山、僕は北海道の中でも好きな景色の一つで、すごい晴れてるな。雲一つないっていうのは、いや雲は二つ三つはあるんだけど、薄く広がってるから、まあ、快晴と言っていいと思いますけど、昔ね2年前の夏にあの頂上に行きました。標高1898メートル、蝦夷富士と呼ばれてますよね。北海道の富士山と呼ばれてるとこに行ったんだけども、10時間ぐらいかかったかな。山小屋が一つあって、そこで山小屋の方にねいろいろ教えてもらったり助けてもらって、なんとか登ることができたんだけど、2年前の7月夏だったけども、上は頂上の方は霧で包まれてて景色とか見えなくてね、冬のように寒くてレインコートをいくつか着て登った記憶があります。すごく単純な山に見えるんだけど、実際登ってみるとやっぱり周りが木に囲まれてるから、道はちゃんと覚えておかないといけなくて、お世話になった山小屋の人は元気だろうか。川に入るのもいいし、道の駅に行くのもいいし、何をしようか、どこに行こうかっていうのはあんま決めてないんだけど、川の中でね、魚とかも見たいなと思います。
今なんとなく下見てたら橋の下に面白い形の氷があったから 見に行きましょうか。やばい、滑る滑る。おお、やっぱ思った通り大きいつららがあった。さっきねこの氷の下の部分だけよく見えてたけど、すごい。あ、ここ全部氷だ。スケートリンクみたいになってます。これは素晴らしい。ほら、橋の下はためにこういうでかいつららが採掘される時があるから。すごいもの見つけた。吹きのとう、芽が出てます。いや今日さ、もしかしたらなんか春らしいもの見れるかなと思って、それがねすごい楽しみだったんですよ。最近雪が溶け始めて、いろんなね草木が、お、氷だ、でかっ。これでかいです。これはやばい。これ多分あれですね、上のこのパイプから落ちてきた氷です。これは素晴らしい。5キロぐらいはありました。こういう氷がたまにあるから歩いてると面白いです。動物の足跡がちらほらありますね。あ、そうだ、昔ね羊蹄山が好きすぎて自分で写真撮って、自分の写真で、あ、吹きの塔見つけました。着々と出てますね。割と早めの子たちですね。川なんかいるかな。また氷が、上のねパイプから落ちてくる氷が、これもなかなか、いや、いい氷ですね。羊蹄山でね2年前自分で撮った写真でマグカップを作りました。写真をねマグカップに貼っただけのすごくシンプルなものなんだけど、それ使ってます。オリジナルマグカップ、羊蹄山の自分の写真バージョン愛用してます。まあ、それぐらいなんかいつも見てたい景色です。可愛いヤマメが取れました。この縦の縞模様、パーマークと呼ばれるものなんですけど、すごい可愛いです。このシーズンはこういう稚魚がちらほらいて、たまに深い溝のとこに大きい個体がいるんだけど、すごくないですか。羊蹄山がこの道の先に、なんて言うんだろうな、降臨してるっていう表現が合ってるのかな。この道好きなんですわ。いつもここら辺来るとね絶対通る楽しみな道、これ見るためだけに通ってます。まあ、この季節以外もねなんかいろいろ鯉のぼりが飾られてたりする時もあったりして、なんかいいなと思いながらいつも通ってます。いや綺麗だな、今日本当にいい日だと思います。
豆腐を一つ買って帰ろうと思います。この湧き水の里、いつもね、水が湧きすぎて駐車場がね、水浸しなんですよね。あ、そうだ、あとお豆腐無事に買うことできました。豆腐一つと豆腐に合うタレも一袋買いました。水の中にね、金魚みたいに沈んでるんだけど、網ですくいました。ご視聴ありがとうございました。